ドリブルの際に使えるテクニックをちょっと紹介していきたいなと思います。それでドリブルってこんな感じでコードとしてね、ストップと言われている技法なんですけども、ちょっととある技法をね、使うと、まあちょっとしたね、面白いことができるよということでね。例えばここでストップと言われたとするじゃないですか。で、こうしますよね。こう戻しますけども、こうしてしまうとどこ、何のカードを選んだのかがわからないですよね。しかし選んだ方は分かってしまいます。スペードの10なんです。なんで分かったのかということなんですけども、この高さでやるんですね。この高さでドリブルをやったときに、この左下の、インデックス側にこう文字が書かれてますよね。ここで、読み取ってしまうということなんですね。ピークしてしまう。なのでこれはスペードの12だったり、ここでストップで言うとスペードの、8だったりっていうのが分かるということなんですね。ご視聴ありがとうございます。